ローマ軍団、ローマ軍団、古典ラテン語、レギオーは、古代ローマにおける軍隊、イクサーカイタスの内陸軍の基本的な編成単位のことである。軍団は、ローマ市民権を有するものだけで構成されていた。一つの軍団は、時代によっても異なるが、帝政ローマ時代では一つの軍団は銃のコホルス、大体から構成され、 騎兵200強を含めたおよそ5000から6000人の軍団兵がいた。古代ローマ史上を通じて名前や番号を持った通算約50個の軍団が創設されたが、それらの多くが長い歴史の間で全滅、解散されており必ずしも存続し得たわけではなかった。元来、ローマが王政であった頃のレギオーという言葉は後の訂正のものとは全く異なり、 招集されたローマ市民により構成される重層不評、騎兵も含めたローマ軍全体を指していた。伝説によれば、建国のソロムルスは、ケレレスと呼ばれる一種の親衛隊を有していたと、されるが、その実在を証明する手立ては、今のところない。この頃の戦法は古代ギリシア伝来の重層不評戦術であった。また、自軍の兵力の把握のために、 ローマ王、セルウィウス・トゥ・リウスが、ケンスス、国勢調査を行っている。後に、軍政改革が行われ、兵士を所有財産に応じて五つの階級に区分。当時、兵士各自の武具は自前で購入するのが原則だったので、兵装の均一化のために、所有財産で区分けすることは有効であった。区分けされた階級はさらに百人の集団に区分けされ、ケントゥリア、 百人体と名付けられた。王政から共和制に変わると、従来の単一であった軍団が王に代わる司令官として、執政官の登場により二つに分割され、二人いた執政官が、それぞれ一つの軍団の指揮権を有する体制に変革されたと考えられている。しかしながら、共和制初期における戦争の目的は、ほとんどが略奪、もしくは防衛であったため、 戦いにおいて、軍団の総力を結集させることが可能であったか、どうかは定かではない。ローマが軍事行動を計画し、戦争がより頻繁になり、また一人の失勢感の指揮する軍団が二つに増やされるようになると戦争が、ラテン戦争、サムニウム戦争などのように、多方面で展開されるようになった。これに対応して、紀元前四世紀、 ローマ軍団の編成も改革されるる。ようになるまず司令官である執政官自体が1年の任期ごとに交代する状況に対応して、指揮系統の混乱を避けるためにも、陣営の設営などをマニュアル化する必要もあったため、期限前331年からトリブヌス、師団、指揮官の制度が導入された。不評戦術としては、サムニウム戦争での経験から、従来のファランクス、 法人を中心とする大集団の一斉突撃方式からマニプルス、不評中隊を中心とする小集団へと独自行動が可能な単位が変わった。これにより軍団は敵に対して柔軟に動くことが可能となり、戦術的に重要な核心を遂げることができた。またローマが戦争する際には必ずアライと呼ばれる同盟国の軍隊多くの場合、 不足気味の騎兵の割合が多いに参加させ、兵力を増強するとともに、同盟への結束を再確認した。加えて、兵士の編成方法も変わり、今までの財産による区分けから年齢による区分けへと変更された。騎兵など浮遊階級が務める部隊は別として、不評部隊の最低限の兵装は、国からの支給となった。また、兵器期間中に仕事から離れることに対しての、 損失補填として、給与も支払われることになった。しかしながら兵役は、所有財産、具体的には、農地を持つローマ市民権を持つ、市民の義務と考えら、財産、農地を持たない、無産階級、プロレタリは、兵役を免除されていた。第二次ポエニ戦争以降、度重なるイタリア半島外への外政や、俗州の拡大により戦争が長期化し、それゆえ長期にわたって、 技能を強いられた兵士の貧窮化が進んだ損失補填としての給与はあくまで低減の生活費のためとても足りなかった特に軍団の中核を担っていた中小自作農の没落によってローマ軍団にへの参加権のある市民の極端な減少が起こったさらにそれを解決するために募集制限を下げたことで低所得層が増加しそれまでに比べ軍団の質が著しく低下し また徴兵された自作農は財産を失い無産階級へと転落する例も増えた。一方で、外政によって獲得した土地は実質的に貴族のものとなり大土地所有者が増加し貧富の差の拡大を招いた。元老院の一部やグラックス兄弟はこれを農地法などの農民救済策で打開しようとしたが大土地所有者が多かった元老院では反対が多く 問題解決には至らなかった。この現状を打開するために、紀元前二世紀になると、軍隊の叩き上げの人物であるガイウス・マリウスが、軍政改革に着手した。マリウスはインペリウムを持つ、司令官、執政官、法務官など、合式できる軍団の数の制限を撤廃、また従来の徴兵制を廃止志願制とした。従来は、兵役義務のなかった。 無産階級が給与を目当てに多数志願することになり、自作農は兵役から解放され、農業に専念でき、双方を救済することができた。元老院は、軍団が持つ強力な軍事力、政治力は十分に認識していたため、イタリア本土に泊まること、またルビコン川を越えて、イタリアに侵入することを完全に禁止する法律が制定されるほどでった。 しかし軍政改革により、軍事的な才能には恵まれてはいるものの政治的能力に長けているとは言えなかったマリウスが、投票権のある市民でもある兵士から圧倒的支持を受け政治的に台通るようになり、この軍団の私兵下はより政治的技能のある人物へと受け継がれていく。そして後のスッラ、ポンペイウス、カエサルのように配下の軍団を従えた有力者たちの権力闘争、 そしてカイサル暗殺後のオクタヴィアヌスとアントニウスの内乱へと発展していった。アウグストスとして実質上の皇帝となったオクタヴィアヌスはすべての軍団を続州配備とした。そしてイタリア半島内に駐屯できる軍団として新衛隊を創設、自らの直属とした。この時代の一個の軍団の定員は5000人程度で、これにアウクシリアと呼ばれるヒローマ市民からなる。 補助兵力が加えられた。そして時代が下るにつれて定位は増員され、最大で1万5000人の軍団も出現するようになった。軍団の持つ潜在的な政治力はその後のローマの歴史において、属州に配備された軍隊は、政治的に重要な役割も演じることも可能にした。すなわち彼らの行動遺憾によっては、野心あるものを定位に着かせることも排除することも、 可能であり、それぞれの軍団が支持する、者同士が争うこともあった。例えば、69年、4皇帝の年、ビッテリウスは、俗州上ゲルマニア、下ゲルマニアの軍団の支持を得て、皇帝となったが、度重なる失勢で支持を失い、アフリカ俗州、俗州アイギュプトス、エジプト、そして、ビッテリウスを憎悪するダヌーブ、ドナウ川流域に、 配備されていた軍団の指示を受けたウェスパシャヌスに、敗れている。同様の事態が、後皇帝の年にも現れた。ディオクレティアヌスの軍政改革以降、ローマ軍は大幅に変革される。まず不評単位が1000人程度と規模が縮小され、軍部の官職の分離が進められた。また帝国内を脅かす蛮族に対抗するため、キヘやと呼ばれる。 野戦機動軍が大きな役割を示すようになった。コンスタンティヌス一世の軍政改革では、プライトリアニを解散させ、コミタテンセスに編成した。これにより、プライフェクトスプライトリオは、軍事的機能を失い、分部間職の分離は完成した。西ローマ皇帝がオドワケルによって廃位させられた後も、レギオーの名前は、東ローマ帝国で残った。しかし、 兵力の中心は騎兵であった。七世紀以降相次いだイスラーム勢力やブルガリア帝国などの戦いで、東ローマの軍勢は大きく変化し、古代のローマ軍団とは全く異なるものになった。中期には、地方はテマ製、軍艦癖の導入によって武装した自作能であるテマ兵、首都コンスタンティノポリスには、皇帝直属の四つの軍団、スコライ、エクスクービテース、 アリュトモス、ヒカナトスから構成される、中央軍、ダグマと皇帝親衛隊が置かれるという体制に変わった。最盛期のバシレーオス二世時代には47の手間が置かれていた。10世紀後半から11世紀前半、東ローマ帝国は多くの遠征を行って、国土を回復するが、遠征の負担に耐えられなくなった自作農民が没落し、 テーマ兵の担い手がいなくなってしまった小胸の巣長抜きに、軍勢はまた変化し、軍事力は、傭兵や士兵を抱える、軍事貴族が担うことになる。最終的に不評は、傭兵が占めるようになり、1453年のコンスタンティノポリス陥落時には、ジェノバの傭兵隊が防衛のようになっていた。ローマ軍は召喚たる、司令官と兵隊たる、 軍団兵の二つの異なる組織で構成されていた。共和政紀を通じて召喚は、民会の選挙によって選ばれた公職を務めるもので、あり、ほとんどの場合、元老院議員であった。一方で百人隊長は、部隊内の選挙で選ばれた。そのため、上級将校はもとより、百人隊長、特に第一歩兵隊に選ばれることは、最大の名誉とされていた。 しかしながら古代ローマについての文献が、当のローマが滅んで長く、書籍の断片や遺跡の出土品などが多いため、その解釈もまた多くなってしまい、ほぼ当時のまま再現することは難しいと言わざるを得ない状況である。レギオーは、レガトゥス・レギオニスと呼ばれる軍団長によって指揮され、直属の部下には六人のトリブヌス・ミリトム、副官が選任された。他にも、 救護や公平、儀士、野営隊長、聖職者や軍学隊などにおける将校の一団も存在した。共和制ローマにおいては、執政官の軍隊であった第一、第四軍団を除いて、他の軍団は必要に応じて召集されたり、解散されたりするようになっており、非常に短期間しか存続しなかった。これは、当時のローマ軍団は、職業軍人ではなく、 一般民が適時招集、編成する形態をとっていたためである。帝政時代に入ると、ローマの属州に対する深刻な外敵の脅威が到来するにつれて、レギオの兵士は給料を支給される職業的軍人となり、それぞれが悪いら、軍団機と誇らしい戦歴をも完全な常備軍団となった。共和制後期までの重層不評は、各人の戦歴、階級、 装備に応じて4つの隊列のみに分けられた。王政時代はさらに細かく分類され、5つほどの階級が連なっていたが、ポエニ戦争が始まるまでにはこの仕組みが採用されていた。第1、第2、最高列はそれぞれローマ軍の構成単位の一つである複数のマニプルス、マニプヤラス、中隊からなっていた。中隊はそれぞれケントリオン、100人、 隊長に引きられた二つのケントゥリア、センチャー、百人隊から構成された。ケントゥリアは、名目上は百人の兵士から構成されるとされていたが、実際は百人よりも少なかった。これは、特に、トリアリーで顕著で、六十人という部隊もあった。ケントゥリアはそれぞれ軍旗を持っており、十人からなる十個の、コントゥベルニウム、カントゥバーナム、分隊から構成されていた。 野営時の班としては、8人の兵士がテントと調理道具、一式を共有していた。野営技術に長け、大規模な部隊の野営陣地が数十分間で設営、撤収が可能であった。戦闘において、中隊は通常クインクンクス、クインコーンクスと呼ばれる格子状の体系に整列した。プリンキペスは、橋立の左側に空いた空間を守り、同じように、 トリアリーはプリンキペスの左側を守った。当初はローマ軍団は大集団としてそのまま傭兵されていたがサムニウム戦争を経て軍団に傭兵の柔軟性を持たせるために小さな集団でア・マニプルスが重要視されるようになった。共和制の後期に戦術における基本的な部隊の単位としてマニプルズに代わりコホルト、コホート、 大体が用いられるようになった。マリウスの軍政改革により従来の市民兵的な性格から職業軍人の性格へと変貌しており、先の四隊列の区別はほとんど消滅しており、各司令官の裁量に任されることとなった。大体は六から八つのケントリアから構成され、第一コホールトのみとの十二と二倍のケントリア読み書きのできる副官を補佐としたケントリオにより引きられていた。 従来のマニプルスからこのケントゥリオが改革以降のローマ軍団の中核をなすようになる。またケントゥリオの筆頭はプリムスピルス、プライマスパイラス、一番槍と呼ばれる第一コホルトを率いる職業軍人であり、軍団長の顧問ともなった。軍団は多くの野営随行者や使用人、奴隷を引き連れていたため、実際の戦闘員は4800人ほどであった。 最大6000名にまで増やすことができたが、軍団の指揮官が反乱を起こすことを恐れて1000ほどに減らされた時期もたびたびあった。内乱の一世紀、ポンペウスが立議に100人隊を定員通り、ポンペウス派には、元老院派議員がほとんどついているために補充していた、中、カエサルの軍団だけがおよそ3500人を保有していた。これは、歴戦で兵が目減りしてたことに加え、 カイサルは、大の一体性、質を重視したので、新兵を既存の百人隊に補充しなかったからである。代わりに、新しい軍団として組織し、別方面の部下に任せた。共和制の中期には、礼儀王は、以下のような兵士から構成されていた。前述のように、階級による区分は、共和制下のマリウスとスウッラによる、軍政改革を境に、その前後でその内実に、違いがある。 ガイウスマリウスの軍政改革によりレギオは職業的な重層不評から形成されるようになる。一部の護衛部隊を除いて、騎兵部隊はアウクシリア、補助軍から構成されるようになり、エクイテスは資産家や叩き上げの軍人に与えられる爵位のようなものになった。また、市民平成から主眼制に切り替えられたことで装備も統一され、以前のようなハスタティプリンキペストリアリという区分は、 失われた。帝国の力が弱くなり、周辺民族がローマ帝国を襲うようになった時代には、すでにかつてのローマ軍団はなく、ごく一部の精鋭を除いて士気が低い不評と、重装甲に身を固めた、カタフラクトといった騎兵で構成されていた。噴族のような遊牧民族は、かつてのような決戦で戦うことは少なく、あくまで決戦に特化してきた。 共和時代のローマ軍団では戦う術はなく、また、質の良い兵士の供給が内政の変化から滞りはじていた。西ローマ滅亡前後から、かつてのようなローマ市民の兵士というのは、ほとんどいなく、金で雇われる蛮族などの傭兵が主体となっている。主に槍、剣、短剣の三つがある。槍には、ソルフェルルム、別名サウニオン、ピルム、ハスタの三種類があり。 いずれも投げ槍である。これらを投げて敵の盾に刺さると曲がって抜けなくなる。そうなると敵兵はその重みで盾を支えられなくなる。剣は共和制中期まで斬撃中心の細身の剣だったが、イスパニア伝来の刃渡り70センチメートルほどのグラディウスという片手剣が採用された。グラディウスの装備は鞘を紐で釣って肩からかける。 剣は右腰に帯びるのが普通で、この方が大きめの盾に引っかからずに抜けるため、取り扱いが容易だったようである。これも時代が減るにつれて、長剣、スパタが採用されるようになる。短剣は、プーギ王と呼ばれ、こちらは腰のベルトにつけられる。これは、護神用より、日用品の意味合いが強かったようである。軍団兵の鎧は、 当初古代イギリシャの聖堂製の銅鎧、トラークスに習った銅鎧、ロリカであったが、高価であったので、より安価なものが求められるようになった。その一つとして、エトルリア人が東方よりもたらしたもので、聖堂の小金属板をつなぎ合わせた、ロリカラメルラ、小ザネ鎧が登場した。さらに、紀元前二百二十一年に撃破したカリア人からの戦利品、鎖鎧を模倣し、 量産された鎧として、ロリカハマタ、鎖片らがある。鎖片らは後に中世ヨーロッパでも使用な、防具として使用される。まだ装備が、自前でまかなう共和制時代は、個々の兵によってまちまちで、金属板一枚を胸に貼っただけの鎧など、かなり簡素化されていたものもある。元老院中期には、装備の統一性を重視して、国家支給が開始されたとする見方もある。 共和制の時代が終わり、帝制の時代になると新たな鎧が開発された。鉄製の金属板を組み合わせたロリカセグメンタタ、板札鎧と呼ばれるもので、第二代皇帝、ティベリウスの時代に作られた。従来の鎖か扉に比べて防御性に優れており、軌道面でも鎖か扉より軽い優秀なものであった。古代ローマの兵隊と言われた時に思い浮かべるのは、 大抵は、このロリカセグメンタタを着た兵士であろう、鎧の甲のローマ兵の画像を参照。しかし、セグメンタタは何枚もの金属板を複雑に組み立てる必要があり、部品の接続部分の腐食など、メンテナンス部分で問題が多発し、蒸気二つの鎧に比べ、短期間しか使われなかった。字が立つにつれ、技術と経済の停滞から、兵士の装備も簡素化され、 重装不評も減少し、東ローマ帝国時代には、キルト製の防具を身につける不評も多かった。盾は、楕円型をしており、その形状から、スクトゥム、楕円型と呼ばれた。はじめは、重装兵の機動力重視のため軽かったが、低盛期になると重量が重くなり、表面には、鷲の羽を組み入れた衣装が施されるようになった。 この他にも多数のバリエーションが存在するが、未だ詳細は、はっきりしていない。カブトは、カッシスと呼ばれ青銅製であったが、帝国の領土が広がるにつれて、属州で直接生産されるようになった。本国に先立って、紀元元元年頃には、鉄製のカブトが生産されるようになった。ローマの敵は、カルタゴパルティアなどの大国を除けば、ほとんどが、 規律や統制に欠ける武装集団、蛮族だった。ローマ軍の生前と組まれた陣形と、よく統率された攻撃は、彼らを立ちどころに粉砕した。また、ローマ軍は市民により構成されていたため、傭兵中心の他国の軍に比べて、士気の面でも有利であった。この時代の戦闘では、敵味方入り乱れての乱戦は滅多に起こらなかった。 どちらかが相手に突撃し短時間の白兵戦が展開された後、距離をとって三兵戦を行うか、その場で踏みとどまりできるだけ敵を追い散らすことが目指されたからである。士気が崩れて敗走した方が負けであり、勝者側の死傷者は極端に少なく敗者は極端に多かった。この点で、共和制前中期までのローマ軍団は戦列を三列に、思考法に、 老練な兵を配置することで優位に立てた。さらに、訓練を重ねることで、部隊を交代させつつ、戦闘を継続することもできたため、他国よりも高い持久力を誇った。長期戦になれば、膨大な数のガリア軍でもローマ軍には勝てなかった。マリウスの軍政改革以降は、戦列を保つことに重心を置くことによりやや、柔軟性に欠けるマニルスに変わり、 個々の判断で動き戦場の変化に臨機応変に対応できるコホルトが登場したため、総司令官の指示なしでも、すぐさま敵軍戦列の乱れや隙を突くことができるようになった。レギオの欠点は、遠距離攻撃可能な兵種が不足していたことだった。そのため、開けた土地では、弓を装備する景気兵に翻弄されることがあり、カルライの戦いのような敗北につながった。 これに対しては、騎兵や救兵などを傭兵として雇い入れる対策がなされたが、根本的な解決は困難であった。また、トリアリー廃止以降は、槍兵がいなくなったため、後に登場する重装騎兵などに対しては、接近戦で圧倒され、そうした兵家を要する強盗族などには、しばしば大敗を起死した。ローマ軍団は、不評同士の戦闘ではほとんど無敵であったが、 遊牧民族の軽騎兵や中世初期に出現する重装騎兵の攻撃には弱かったのである。しかし、ローマ軍団が重騎兵を主体とした攻撃を撃退した例が、カイムではなく、ファルサルスの戦いでは、騎兵の質や、連度などに疑念があるものの、東方貴族主体の重騎兵を不評と騎兵が協力して撃退し、遊牧系の弓騎兵に関しても、 投石兵や景気兵を用いて追い払った事例もある。コート族や、フン族らの攻撃に敗退したのは、軍団が時代に合わせて変容していたことに起因すると考える。説もある。ケントゥリオン、前線指揮官の死傷率が高いのも特徴だった。彼らは、先人を切りまた、殿を担っていた可能性が高い。ファルサルスの戦いを例にとると、 カエサル軍の戦死者数は200人未満だったがそのうち、ケントリオンが30人前後を占めた。なおこの戦いで、カエサルが投入したのは8個、軍団2万2000人、ケントリオンの人数は欠員を生じていない、合祭代480人である。ローマ軍の騎兵は、敵が敗走した後の追撃の役割が重要視され、そうした局面で投入されることが多かった。 マケドニア軍のヘタイロイなどに比べ少数であり、攻撃性に欠けていたため、戦場で敵軍を突撃で崩すといった実績は少ない。ローマ軍団兵は、優れた白兵戦闘員であると同時に優れた後兵でも、あった。ガリア戦記では、カエサル軍の工場兵器がた叩く間に作られて、行くのを目の当たりにしただけで降伏した、ガリア軍があるほどである。 陣営地を速やかに建てることだけでなく、行為線にて、剣道な陣地、または、高級的な駐屯地を建築することも、多く、堀や防御策などを幾重にも設けた、剣道な包囲線を3週間で構築した、レシア包囲線においてその実力の高さは如実に、示された。また、ヨーロッパの主要都市の原型の多くは、ローマ軍団の駐屯地であると言っても、過言ではない。 新軍のために40万キロの行動を作り、その大半があらゆる形で未だに利用されている。工場兵器に関しては、低世紀には、ケントリアそれぞれに、軽量の射出機が配備、現代での迫撃砲と似た立場され、必要に応じて動かされたようである。また、波状土や工場等はその場で作り使用するが、後に、ガリアの反乱時には、 ガリア軍も勝るとも劣らない兵器を模倣した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。